はい、今回は YouTube の収益化のお話しさせていただこうと思います。はい、2月20日にね、収益化の壁っていうのが変わって、前までね1万再生かなとかされていれば収益化できたのが、チャンネル登録1000人以上、再生時間4000時間以上かなっていうのに変わってしまって、まあ収益化ねできなくなってしまった方っていうのもまあ多くいると思うんですけれど、一応ね前回のこの収益化のお話で、個人的にはまあそういう部分はね悲しい部分ではあるけど、そのね壁さえ越えてしまえば広告がつきやすくなった、だいぶ前に比べて広告がねつく可能性が上がったりとか、あとこの黄色いマークね今出てきてしまってるんだけど、この黄色いマークがつく頻度が減ったりとか、黄色がついてもすぐに緑に直るみたいなっていうようなお話をさせてもらいました。で、今ね、ちょっと黄色1個ついてるんだけど、まあこれはね、この動画自体がちょっとオンラインスロットっていうね、まあちょっとギャンブル系の動画になってしまうので、まあなんか審査が1回多分入るんだと思うんですけれど、大抵の動画に関しては、もうこのね、黄色のほとんど適していませんよすらなかなかね、つかない状況になってきたし、万が一ついてしまってもね、審査リクエストするとすぐに緑色になるので、YouTube ね、収益化、壁を厳しくした分、しっかりね、仕事するようになったな、って。で、思っていて、前回動画の方を上げたんですけれど、いや、なんかね、まあ、もちろんね、しっかり仕事してるのは当然なんですけれど、ちょっと、自分のね、思ってたのと違ったので、今回、動画にさせていただこうと思います。で、その、なんかちょっと違ったっていう内容なんですけれど、今まで自分は、今回の件で、YouTube 側に人手ができて、まあ、ちょっと目視チェックっていうのが結構早くなったのかな、みたいなのを考えてました。で、実際に最近はなんかその審査リクエストするとかなりの速さで緑に戻るので、おー、かなりいい仕事してるなと思っていました。ただ、それはね、ちょっと自分のね、勘違いでした。今回ね、初めてなんだけど、こんなメール来ました。これ。お客様の動画を審査させていただいた結果、すべての広告主に適していることを確認いたしましたっていう風に来て、今後ともよろしくお願いいたしますと YouTube チームっていう風にメッセージが来ました。この動画がね、なんか久々に見たらなんか黄色になってて、久々っていうかね、前の動画って基本見てないんで、ちょっと久々に、ね、チェックしてたら、あ、なんか黄色になってんだこの動画だけと思って、押したら今日押して何時、うん、すぐにね、来ました、これ。すぐっていうか、今日送って今日来たんで、かなりのね、早い仕事だと思うんですけど、こういう風にメッセージ来ました。っていうことで、逆になんですけど、これで分かったことっていうのが、これ来てないのは、多分、YouTube チームがチェックしてないっぽいっすよね。っていうのが分かりました。自分は、てっきりね、目視して確認した場合も、とりあえずね、緑にすることで終了だと思ってました。なんですけど、実際は、多分緑色になってるやつ、広告審査適してるよって言って緑色になってるものに関しても、なんかやっぱね、自分一番最初の頃言ったのが、なんか1段階目のロボットがあって、2段階目のロボットがあってみたいな、そういうのでチェックをどんどんね、やっていくみたいな。で、1段階目はちょっと厳しめにチェックして、で、2段階目はちょっと緩めにチェックしてみたいなね。そういうので最終的に人の目でチェックみたいな。何段階か分けてやってんじゃないのかなと思ったんだけど、やはりね、やっぱなんか何段階か、うん、ロボット検索してるっていうかね、なんかあるらしくて、実際は人間の目で見てるのはね、そんなに多くないっぽいですね、動画自体が。うん、っていうのが今回こうやって来たので、メッセージで。あ、そうなんだと思って、目でしっかり見てくれたやつに関してはこういう風に来るんだっていうのを今回初めて知ったので、ちょっとね、動画のをさせていただきました。ただね、先ほどから言ってる通り、2月20日の収益化のね、この厳しくなったところから確実に広告収入増えてきてるし、広告がつくようになってるって個人的に思います。なので、まあ、今回ね、こういうお話にはなるんですけれど、ぜひね、今回のその1000人4000時間っていうのが超えられなくてね、収益化できなくてちょっとやる気をなくしている方も、その分ね、ちょっと1000人超えた際の未来っていうのはね、多少明るくなってるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひね、YouTube 楽しいので、諦めずにね、チャンネル登録者数増やしたりとか、再生時間伸びる動画作っていただけたらと思います。今回この辺で終わろうと思います。よろしければチャンネル登録、いいね、コメントをぜひぜひください。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。